はい、パドックではおとなしいですよね、うん、ブリンカーにシャドーロール前走からそうなんですが、はい、体はね、本当農研の頃から比べると体は本当によくしてあるんです、うん、だけどレース行って走らない、これがダートがダメなのか、うん、ね、メンタルが砂ちょっとかぶっただけでも嫌がりますから、そういう部分が、まあ、レースは出てるんですよね。これこの歩き見ててどこも悪いところはないです。リズムも悪くないですし、うん、筋肉も張り出てきてますし、はい、だから本当にね、真面目さに欠けるっていう、うん、そこだけですよね、うん、誰に似たんでしょうということですがね、お待たせしましたっていつまで待たせるんだってあのオーナーさんは怒ってるかもしれませんけど、ね、みんな待ってますよね、うん、はい、だからもう気象面だけですよ、はい、状態に関しては全く不安はないです、はいはい、今週の反省点を生かしながらまた来週の予想につなげたいと、はい、あの私の予想は当たりませんので、いやいや、そう、私の予想は当たりませんので、私の予想は当たりませんので、そんなそんな、はい、皆さん注目してますから、はい、いえ、当てようとしてませんので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 、いやいやいや、ぜひ忘れた馬、うん、ね、忘れそうな馬を、うん、こうピックアップするっていう手法ですので、ね、はい、配当的にも美味しそうな馬をちょっと、はいはい、そうじゃなくては博打になりませんので、はい、そうですね、はい、またあの来週も親父ギャグの方も楽しみにしておりますので、はい、はい、控えめに、いやいや、ぜひ、はい、たくさん楽しみにしてますので、はい、なんかね、きっかけになるものがあれば言いますけどね、はい、無理に作ることはしませんので、わかりました、はい、密かに楽しみにしたいと思います、はい、はい。